こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。そうですね。肩だったり腰だったりの凝りがひどくて、それがすごい気になってるっていうのがあります。まず動きの確認をしたいんですが、はい、まず最初首をぐーっとできる範囲で回してみてもらってもいいですか。はい。逆回してみてもらって、今動かしたときは突っ張り感とか痛みが出るとかそういうのいかがでしょうか。ちょっと引きつるなっていうのは。ちょっと引きつる感じ。はい。じゃあ今度は首を下向き上向きってやってみましょうか。はい。ちょっと痛み出ますか。そうですね。肩のあたりからなんか引っ張られるような感じでちょっと痛いなというのは。ゆっくりでいいんでもう一度下向きと上向きやってみてもらってもいいですか。下は大丈夫ですよね。はい。上は。上向いて戻るときがすごく分かりやすいですね。痛みが出る感じ、突っ張ってる感じ。突っ張ってちょっと、あ、痛いかもという片側に。うんうん、かしこまりました。右も左も一緒ぐらいですか。そうですね、今のところ、うんうん、首を下向き、上向き、もう一度やってみましょうか。あ、 OK です、OK です。ちょっとやっぱ痛そうですね。痛そうって引っかかるというか。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。じゃあ手を添えて、後ろにゆっくり反ってみましょうか。あ、OK です、OK です。今、腰痛みが出るとか、突っ張り感とかいかがでしょうか。後ろに限界まで反った時に、ちょっと引っ張られる感じの突っ張り感はあります。うん、ちょっと怖そうでしたね。そうですね。もう一度、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。まず前から。手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。やっぱりちょっと突っ張るなっていう感じ。はい、OK です。じゃあ今から全部見ていきますので、はい、横のベッドに移動お願いします。はい、ゆっくりと右に向きます。一旦楽にして肩の力が進んだら、え、大丈夫ですか。はい、座っていただいてもいいですか。足を伸ばしたままお座りください。ゆっくりと胸を張っていただいて、胸を張って後ろにもたれてきてもらってもいいですか。で、首の後ろ、ここで両手を組んでください。指と指をしっかりと結んでもらって、ちょっと下向きます。肩を引いてちょっとください。脇を閉じて、ここからもう一度胸を張ります。で、脇が閉じたままで、脇閉じたまま、顎を引いて下向きましょうか。もう一度吐き閉じて、息を吸って、はい、吐いてふーっとちょっともたれて、肩の力を落とす。もう一回ね、吐き閉じて肩の力が、もう一回だけ背中を上げて、息を吸って、はい、吐いてふーっとお腹の力を抜いて背中を上げます。肩の力をストーン。はい、ゆっくり吸って下ろしましょうか。大丈夫ですか。自分の音からなっちゃいけない音がしたような気がします。いや、大丈夫ですよ。びっくりしますけどね。じゃあこれでですね、最初みたいにもう一度首ぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい。回してみた感じはいかがでしょうか。あ、突っ張る感じがだいぶ感じがだいぶないです。いいですね。下向き上向きはいかがですか。さっきちょっと上向き怖かったと思うんですけど。あ、だいぶ軽い。お、軽くなってます。すごい引っ張られる感じあったのに、うんうん、すごい音が鳴ったんですけどね。マシな手でよかったです。あんな音鳴るんですね。すみません、大丈夫でした。びっくりしましたですよね。左足を曲げましょうか。膝曲げ、右手引っ張りますよ。両肘を曲げてもらっていいですか。こんな感じ。少しお尻前。もう一度。はい、このまま。
ってですね、大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと吐き切る感じで、だらー。今度逆向きで出ましょうか。すごい音しました。ね、音鳴りましたね。ちょっとびっくりしますけども。今度右足を曲げます。膝曲げて。ちょっと左手引っ張りますよ。はい、両肘を曲げましょう。こんな感じでね。では大きく息を吸って、はい、吐いてふで、今度上向きで寝ましょうか。はい、お骨盤周りをしていきます。はい、左手をもらいます。手を上げて腕の力がだーっと一旦楽にしておいてください。手を後ろに回しましょうか。背中に回してもらっていいですか。ゆっくりと後ろにもたれましょう。今度反対側で寝てもらってもいいですか。右手をもらいます。手を上げて腕の力だらーっと一旦楽にしてもらって、そのままで手を後ろに回しましょうか。背中の方に持っていきます。ゆっくりと戻ります。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部整列が終わりましたけども、ボキボキ矯正大丈夫でしたか？びっくりしました。びっくりしました。あんな音鳴るんだなって。痛くはなかったですか？そうですね、痛いとかじゃなくて本当に純粋にびっくりしました。痛くなくてよかったです。じゃあまた動きの確認もしていきたいんですが、はい、最初と同じようにまずは首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい。逆回してみてもらって、今首は回した感じいかがですか？突っ張る感じがないです。なくなってますか？よかったです。じゃあ次は首をね、下向き上向きやってみましょうか。はい。下向き上向きやった感じはいかがでしょうか？これも肩が引っ張られるみたいな感じがなくなってます、うん、お、いいですね。もう一度首を下向き上向きやってみてもらっていいですか？今突っ張り感とかはいかがでしょうか？そうですね、かなり滑らかになった感じします。よかったです。できる範囲でいいのでもう一度前屈後屈してみてもらってもいいですか？まず前から、で手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。今腰は前屈後屈してみた感じは、痛みとか突っ張り感いかがでしょうか？そうですね、突っ張り感はないです。お、いいですね。もう一度できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ後屈してみてもらってもいいですか？で手を添えて後ろに反ってみましょうか。 OK、 そうです。今は動かした感じいかがですか？すごい楽になったなと、うん、だいぶスムーズに息になってますね、うん、矯正術を受けられてなんですけども、全体的な感想っていかがでしょうか？とにかく首とか、あとは腰の方も動かした時に肩の方がすごい引っ張られて痛みが出たりとか突っ張ったりとかがなくなって楽になりました。あ、よかったです。何割ぐらい取れた感じってありますか？最初が10だとしたら。そうですね、7割ぐらい、かなり楽になったなと。いいですね。です。じゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございました。